歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その時世界はどうだったっていうシリーズで、あの大化の改新645年、でこの大化の改新という日本のクーデターは、実は中国の政情不安定を見てて、あのうちの国一つにまとまらなきゃいけないよねっていうところで起こったっていうところを話しました。そうですね。で中国がこんな感じだったっていうのを話しました、うんうん、じゃあそれ以外の地域っていうところで、まずじゃあ西アジア、前回と同じような地図を出しますけど、はいはいはい、この緑で示した部分が、まあ、当時ね7世紀全般にイスラム教徒が支配しているはいはいはい、まあ、あのイスラム教というとアッラーという神様がいらっしゃって、はい、でこの方が、まあ、預言者としてムハンマドを指名して、あんたにね、はい、私の神の言葉を伝えるからみんなに知らしめなさい、はい、でイスラム教が広まっていくわけです、はい、でまあ、そのイスラム教徒が支配したエリアで、はい、青の部分、はい、ここら辺までですね7世紀の中盤ぐらいにイスラム教徒広がっていくんです、はい、本当ね、7世紀の全般にイスラムの歴史始まって、もうゼロから始まるんだけども、はい、100年ぐらいでね、ものすごい領域を支配するんですよ。いやだからね、僕ね、それもいつも不思議だなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、やっぱそこには、まあ、例えば苦しい人を救う何かやっぱ教えがあるのかなって思うんですよね。あの全く僕もその通りだと思います。っていうのもね、はい、コーランを実際読んでみると、はい、あのアッラーがそのムハンマドを通じて伝えたかったことって、はい、基本ね、はい、仲良く やりなさいと、うん、で仲良くやってお互いを信頼し合いながら商業をやりなさいと、うん、商売やりなさいと、うん、でみんながウィンウィンの関係の中でみんなが繁栄できるようなそういう社会を作りなさいというふうなことをおっしゃってるように見えてしょうがないですね。だから先生から一度ね、うん、あのコーランクラン、うん、クーランね、あクーランの、 あの話を聞いた時に、うん、まあ、今 SDGs ってよくねキーワードで出てますけど、うん、SDGs っていうところは一つやっぱりポイントとしてあるのかなっていう、この感じで言ったら、うん、あのみんな仲良くて社会が回るよみたいな、うん、その断片みたいなのが何か入ってるような気がするんですけどね。基本、うん、特に経済関係に関してはそれ僕も感じるんですよね、うん、でまあ、有名な話がね、お金でお金を儲けてはならないと。だお金が動くときにお金が足されると、うん、これどっかで破綻を、まあ、やっぱそうです、ね、生じるっていうところなんじゃないかと。で基本的にアッラーって、そのアッラーの神様って不労所得はあんまりねお好きじゃないみたいな気がするんですよね。あ、なるほどなるほど。だから基本的にあの汗水流して働いた対価としてお金はもらうもんであって、うん、そのお金をね、その融通するだけ でそれで儲かるという仕組みはおかしいんじゃないかなというのをどうもお考えになってるみたいな気がします、ね。まあね、これに関してはもちろんいろんな考え方がありますけれども、うん、まあそういう断片があるという、うん、だから急速に広がっていった、急速に広がっていくですね、はい、で大体まあ西アジア、まあ、イスラム教徒を中心とする西アジアの人口が、まあ7世紀半ばぐらいで多分2000万ぐらい、GDP もね世界の 10% ぐらいにはなってるんじゃないか。ああ、じゃあかなりあの急速に広がっていく。そうですね。一方ね、ヨーロッパ、はいはいはい、これもちょっとすごく大雑把な地図を描いてきたんですが、はい、まあ、ヨーロッパにもね、まあ、今のフランスやイギリスなんかを中心とした西ヨーロッパと、はい、東ヨーロッパがありますよね、うん、でまあ、基本ね東ヨーロッパの方が気候も寒冷で、うん、土地も痩せてるんで、うん、農業があんまり振るわない。なるほど。なかなか人口が増加しない、はい、そういう中で今の、まあ、バルカン半島とトルコのある小アジア半島ね、はい、そこを中心に東ローマ帝国、これはまあ繁栄してるんです、はい、じゃあ一方で西ヨーロッパ地域はどうかというと、いわゆるあのゲルマン民族大移動の中で、もともとアルプス山脈の北側に住んでいたゲルマン人、はい、森の中に住んでたゲルマン人があったかい地域まで降りていって、はい、まあ、いくつかの国を作ると。うーん、例えばイタリアにはランゴバルド王国、うーん、北イタリアのことをロンバルディアと言いますよ、ね、あ、はい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 、あのロンバルディアの名前の由来ですね。あ、そうですか。そしてドイツの森の中に住んでいたやはりゲルマン民族のフランク族が、はい、まあ、6世紀ぐらいからまあライン川を越えて今のフランスに広がっていくんですね。フランスって要するにフランク族です。あ、
そういうことなんですか、はい、あのまあ、フランク人が作った国という意味ですね。うーん、ドイツ語ではフランクライヒと言って、もう一人フランク人が作った国ということは、うん、その降りていってそこに国家を築くわけでしょ、はい、そこにはもともとは人がいないところに いるいるいる。そうでしょ、いるいる。そしたらやっぱり駆逐していってるということですか。いや、あの割と共存してますね。ああ、そうなんですね。文化レベルも非常、あの元々ほらローマ帝国のあったエリア、ね、地中海の沿岸のエリアで文化レベルも高いし、はいはいはい、ただね、さっき言ったように7世紀にイスラム教が生まれて、はい、イスラム教徒たちが地中海に進出し始めるんですよ。おすると、はい、これまでみたいにヨーロッパの連中が例えばエジプトと貿易をやって穀物を輸出、はい、輸入すると、はい、なかなか厳しくなるわけですね、じゃあどうするかというと、これまでジャングル地帯だった今のフランスやドイツ、はい、その森林地帯の開発を始めていくんです、ね、おで開発が一旦進んでいったらば、やっぱりヨーロッパ市の中心って、はい、森がいっぱい生えていた、はい、言い換えると豊かだった、はい、その力を持っていたドイツとフランスが中心になっていくんです、ね、へー、あ、そうですか、うん、基本的にそうなんです。だからイスラム教徒の地中海の進出が、はい、ヨーロッパ市のなんていうかな、重心を変えていったと。へー、だからもともとはもうちょっと南だったものが北に進んでいったと。あの以前ほらローマ帝国の話したんですけど、はい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 、ローマ帝国が支配したエリアって地中海の沿岸地域で、はい、まあ、貿易には向いてる、ええ、ただそのローマ帝国の支配した地域の中のいわゆるヨーロッパ地域というのは、はい、まあ、イタリアもギリシャもそうだけども比較的乾燥してるんですよ、ね、ああ、なるほど。あんまり雨も降らないし、うん、農業にあんまり向いてないんですよね。うーん、じゃあアルプス山脈やピレネー山脈の北側はどうかというと、まあ、雨がちょっと降りすぎて、はい、土地も豊かすぎて、はい、ジャングルと。そしたらその中間ぐらいの、まあ、中間とかその、うん、まあ、その辺りに最初ゲルマン人が降りていってということで開発していくと。で地中海貿易がダメになった時にもう森を開発するしかねえやと。で、まあ、まあ今ね森を伐採するっていうのはあんまりいいイメージは使われないけども、はい、当時は一生懸命森の木を切ってね、工事を増やしていくんですよ。うん、で開発が成功したらもうフランスドイツがさっき言ったようにヨーロッパ中世史の中心になっていく。まあだから豊かだから力を持っていくっていう、結局そうですね、ことになるわけです、ね、ちなみにね、はい、まあ、7世紀半ばぐらいのヨーロッパの人口だいたいまあ3000万人、だから増えていくってことですね。そうですね、これからぼちぼち増えていきますね。あ、まあだいたい中国の半分ぐらいかな、それでもね。まあだから中国っていうところがいかに豊かですごい、まあまあ、いわゆるその645年って言ったらもう中国がまあ割と世界の中心だったと、僕も思ってたんですよ。ところがね、はあ、人口の面でも推定 GDP の面でも、はあ、多分中国を上回ってるエリアがあったと。どこですか。どこだと思います。中国じゃなければまさかアフリカですか。いや違います。え、どアフリカはね、はあ、全体的に高原が多くて、はあ、なかなか厳しいんですよね。ええ、じゃあラテンアメリカと。いやいや、ラテンアメリカはねジャングル地帯。あ、じゃあ北アメリカ。北アメリカもジャングル地帯。え、じゃあ他にどこがありますか。インド。あ、インド、はい、まあこの辺インド半島ですね、はい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 、でそのインド全体を支配するような統一国家というのは、はい、はっきり言って出てきてないんですよ。なるほどなるほど、まあ、広いし、はい、で中国に比べると交通の便も悪いということがあって、で基本的にはあのガンジス川流域を支配した国が大きな力を持つようになるんです、はい、でその、ガンジス川流域を支配した国にバルダナ王朝というのがあって、はい、これあの7世紀の前半にですね、あの玄奘三蔵法師、あのその危険を犯して、あ、そっか、だから中国からわざわざ危険を犯していくってことは、うんうんうん、そこが世界の中心だったってことですか。まあ、もちろん仏教が生まれた場所なんで仏教の本質にね、はい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 、当時はそのバルダナ王朝っていうのはすごく力があって、なおかつね、はい、この、まあ、バルダナ王朝頑張った7世紀全般なんだけども、はい、この辺りからインドのいろんな地域の開発がやっぱ本格的に進んでいくわけなんです。でさっき僕中国のね推定 GDP が当時世界の中で 22% って言いましたけど、はいはい、多分インドは 27% から 28% 人口もね、はい、中国の6000万に対して7500万人ぐらいいたんじゃないか。ちょっと待ってください、本当ですか。でこれがね、この本に書いてありまして、世界経済史外説という本、外観という本でね。でも、うん、そう考えたら、うん、そのあたりの歴史で、うん、ほとんど
世界史の教科書でもインドのことってあんまり出てきてないですよね。あんまり書いてないですね。あの中国ほどは書いてないというイメージ。そうです。だから日本に関係があったから中国のことを書いてるんだろうけれども、じゃあ中国もインドを見てたっていうところはあるんですか？それは多分ないです。じゃあ中国は中国が自分のところが世界って思ってて、じゃあ世界的に見るとインドがすごかったと。そうかと。ちなみに言うと、まあ紀元前後あたりのインドは、はあ、世界 GDP の中で 32% 占めてたんじゃないかと。やっぱりインダス川とガンジス川という2つの大河があって、豊かなんですね。いやでもすごいな。いやそう言われたらこの大人の世界史チャンネルで、うん、今までインドっていうのやってないですよね、うん、ちなみにそのインドってね、まあ、仏教を育んだ地域じゃないですか、はい、で肉食がタブーっていうのがずっとあるじゃないですか、はい、今まあインドって言ったらヒンドゥー教なんですけど、はいはい、でそれに対して同じ豊かだった中国は別に肉食っても構わなかったんですよね、うん、でインドは肉食っちゃいけなかった。それなぜかというと人間がカロリーを摂取するときにお肉の形でカロリーを摂取するのはもう一発効率が悪いんですよ。やっぱインドの方が中国より人口が多かったんでより効率よく社会全体にカロリーを提供せないか、特にお肉よりは穀物の方が能率が良かった。だそれを知ってたってことですね。そう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 。この人口を養うためには、うん、肉っていうエネルギー効率の悪い、うん、まあ、肉は育てなきゃいけないですからね。そうそうそう、家畜しなきゃいけないですから、それで水がいる、なんとかがその家畜の餌がいる、それで人間何人養えるかよりも穀物をそのまま食べた方が効率がいいっていうことで宗教で禁じていた。だから前から僕で疑問だったんですよ。同じ豊かなところなのにね、うん、なんで中国肉食 OK で、うん、インドダメだったのかと、ダメな時代が長いのかと。でやっぱさっきの本を読んでね、やっぱそのインドの方がより豊かで人口が多くて、まあ人口が多いことが常にねその地域の豊かさを示すものじゃないんだけど、でもたくさんの人口がいたっていうのは明らかにも豊かだったんですね。でそれでそれを食わせるためにやっぱ効率のいいカロリー摂取方法っていうのが出てきたという。まあだからこれは一つ、まあ今キーワードで SDGs って言ってますけれども、うん、常にやっぱりこう世界は考えてたっていうことは、はい、やっぱ我々は知るべきですよね。そうですね。お肉よりもね穀物の方がなんか6分の1ぐらい効率がいいらしいんですよね。なるほどね。いやこういうところが見えてくるっていうのが楽しいですね。はい、大化の改新あたりの世界を見ました。